論理的に考えて無価値観があるのが当たり前なんだよ。だってなんで生まれてきたか分かんないんだから。気がついたらあれって気がついたらもう違う人が生きててさ、違う人が作ったルールの社会が始まってんだよ、世界が。なんじゃこれって。でできるだけ早くその先に生まれた人たちのルールに従っていけなきゃいけないってなってるわけじゃん。わけわかんねえよって感じ。わけわかんねえこれって。でも無理なんですけど、先に生まれてきた私たちが作ったルールに従って生きていくのって感じになってんだから、私なんか。なんで生まれてきたかが本当に分かってたら、なんで生まれてきたか意味があるってことじゃん。それは価値があるってことじゃん。一人もいないんで、なんで生まれてきたか分かってる人って。